はい、どうも皆さんこんにちは、ボロボックスでございます。さあ今回は翡翠の星、トゥルーエンドであることを願って最後のエンディングを回収しに行きましょう。どれだったかな、これかな。はい、最後の選択肢です。ここで読書を選ぶと果たしてどんなエンディングが待っているんでしょうか。やっていきましょう。前回、選択肢の順序、回収順序によって、新たな登場人物などが登場しました。楽しみですね。今回は頼むトゥルーエンド行ってくれ、読書選びます。兄さん見てください、昔の日記がありました。あ、これで昔の翡翠くんの記憶蘇るかな。翡翠くんはところどころ記憶が欠如してるんですよね。僕は埃のかぶった本の山から一冊の古びた日記を引っ張り出した。他の本よりかなり大きく重たいそれを彼のベッドまで運ぶ。慎重にページを開くと、なんだこれ、伝い文字や絵が、いっぱいに書かれている。日記というか僕たちの落書き帳でしたね。ちっちゃい頃の日記だね。こっちは兄さんの似顔絵で、こっちにはハチの落書きがありますよ。幼い頃の僕らはこの本にいろいろなことを書き込んだ。日々のことや創作した物語、誰かから聞いた噂や誰かに対する愚痴までいろいろ。大人の顔色を伺い、本音を吐けなかった僕たちの本当の気持ちがここに詰まっている。わあ、闇深そうだな。トゥルーいけるのかな。兄が、拡速今日難しい漢字多いね、初っ端から。手つきでゆっくりとページをめくっていく。やがて動きを止めた彼の手元には昔語り合った星の物語が記されていた。懐かしいですね。人は死んだら星になる。マジ超かわいいね。もう翡翠くん本当に女の子みたいだねでもついてるんだよないいですね新たな兵器にね、目覚めそうです。幼い頃兄が話してくれたのは誰かから聞いたおとぎ話だった。幼い頃はお兄ちゃんの方が年上だなって感じしますね。ロマンチックな話なのかもしれないが、当時の僕はとても怖いと思ってしまった。やっぱり昔はお兄ちゃん元気だったんだね。生まれつき病気であったわけではないようだ。なぜだかは覚えていない。反して彼が楽しそうに語っていたのは覚えている。星になった人は空から大切な人を見守ってるんだって。勝手に見守られても困ります。プライバシーの侵害です。夢のないことを言うなよ。それさ、生まれ変わるその時に流れ星になって空から降りてくるんだと。そう、病弱な彼が笑ったからだから怖かったのかもしれない。病弱な彼が笑ったから怖かった。ふと目を離した瞬間に兄が星になってしまうのではと、ではないかと。ああ、そういうことか。そんなおとぎ話僕は信じないです。なんでだよ。つまんない、もっと別の面白い話が聞きたいです。これ以上聞きたくないと幼い僕は話をそらした。星になんて憧れてないで、兄さんは兄さんのままで元気でいてほしい。フラグだと思ってしまったんだね、翡翠くんは。星の話したから兄ちゃん近々星になっちゃうんじゃないかと。この時ちゃんとそう言えてたなら、どういうことだ。裾を引かれハッとする。夜空のように深い青がじっとこちらを見つめていた。
僕は小さな頭痛をごまかすように頭を振ってページをめくった。なんでもないです、僕は大丈夫ですよ兄さん。彼の瞳には何の感情も浮かんでいない、ただ疲れた顔の僕が映るだけだった。大丈夫。それからしばらく僕たちは無言のまま本を眺めていた。そして空が明るんできた頃、光を避けるようにカーテンを閉め、僕と兄の一日が終わった。終わっちゃった。どうなんの？最後の日終わっちゃった？あ、今から最後の日か。おはようございます兄さん。カーテンと窓を開けると少しだけ冷たい空気が流れ込んでくる。部屋内に、漂う甘い匂いが薄れ、湿っぽい森の香りが鼻をかすめた。この甘い匂いは結局何なんだろうね。体を起こした兄さんは熱心に窓の外を見つめている。そういえば今日は星が流れる日だってハチが言ってましたね。外に出てみますか。兄は空から目を離さず小さくうなずいた。アクティブだね今回のお兄ちゃん、外に出るんだってさ。初めてですね外出は。では準備しますねと伝え、買い物用のカゴにブランケットや敷物などを詰めていく。その間にお湯を沸かし、戸棚の中からそのまま食べられる携帯食をいくつか手に取った。兄さん、僕の呼びかけに彼が振り向く。手を差し出すとかなりゆっくりではあるがちゃんと答えてくれた。さあ出かけましょう。少し歩きますから僕の背中に。でもまだ喋ってはくれないね。自分で歩きますか。体調悪くないですか。わかりました、辛くなったらすぐに教えてくださいね。繋いだままの手を軽く握り、森の中の道をのんびりと歩く。幼い頃今みたいに二人で手をつなぎこんな道を歩いたような。少しの頭痛に思考が途切れ、それよりも今はと、現実に目を向ける。この森はあまり奥に入ってしまうと危険な野生動物に出会ってしまう可能性が増える。そのため僕たちは近場にある小さな丘へと向かった。すごいですね、満天の星空です。流れ星も流れております。見てください兄さん、綺麗ですね。見上げた空には無数の星が輝き、一つ二つと流れては消えていく。僕はふと数日前に語った星の話を思い出した。さっきの星になった人たちは空から大切な人を見守ってるんだって。生まれ変わるその時に流れ星になって空から降りてくるんだ。彼がそう言って笑った日、僕は話をごまかしてしまったけど兄はずっと忘れられなかったらしい。それからいつかこんな風に星が降る夜に。兄さんは、なんだ、兄さんは実はもう兄さんはいないとかじゃないよね。過去のさっきの話をして間もなく兄さんは星になってしまっていなくなっちゃったんだけど、翡翠くんにはだけにはお兄さんがまだそばにいるように見えている。錯覚、幻覚。でもハチくんにも見えてたしね。前回登場した二人のお兄ちゃん、次男かにもお兄ちゃんは見えてたから幻覚ではないか。このでっかい木見るとエルデンリング思い出すな。頭が痛い、何も思い出したくない。それを思い出してしまったら全部壊れてしまうから。やっぱり今見えてるお兄ちゃんは幻覚なのかな。かお兄ちゃんそっくりな人形とか翡翠くんが作った。わかんないな。違う、何も思い出すことなんてない。今日も明日も明後日も
兄さんの病気が少しでも治るように僕は兄さんを支え続ける。そんな日々を続けるんだ、永遠にずっと。兄が裾を引っ張り夜空に向かって指を指す。無数の光が輝く中、彼がどの光を指し示しているのかまるで見当もつかない。彼が何を言いたいのか僕にはわからない。ただ黙って星を指さしている。覗き込んだ兄の瞳は夜空を鏡に映したかのように、艶めいていた、きらめいていたか。兄さん、腕疲れちゃいますよ。寒くなってきます、今日噛むな。寒くなってきましたし、あったかいお茶でもどうですか。彼の手をあったかく、ゆるくか、握って下ろさせる。夜風ですっかり冷たくなってしまったそれをぎゅっと握れば、熟れた果実が潰れるように音を立てて形を崩していった。え？あれ？指の間をすり抜け、形のないそれが崩れ落ちていく。ポタリポタリ。兄さんが崩れ始めてるってこと？僕の手に残ったのはすっかり色褪せてしまった血とも肉とも言えない液体だけだった。あ、ごめんなさい兄さん、痛かったですね、強く握りすぎて。なんだ。立ち尽くした彼は失った手を感情のない瞳で眺め続ける。全身にきつく巻いていた包帯は今しがた溶け落ちた腕からゆるゆると溶けていく。ん？全身きつく包帯で巻かれてる状態なのか、お兄ちゃんは。溶けていく？ダメだダメだ。慌てて包帯を引っ張り、彼の肩が崩れないよう締め付ける。帰ったらちゃんと直しますから、大丈夫、僕なら直せますから。なんだこれ、一種のなんだ、呪術か何かか。翡翠くんはそういうなんか悪魔的な本をね、高齢術みたいな、高齢術とか怪しい術の記された本を買ってましたんで、読んでましたんで、その中にひょっとしたらお兄ちゃんを無理やりこの世界につなぎ止めるような術があったんじゃないか。でもちょっとでも油断するとそのお兄ちゃんの魂と形はすぐ崩れる仕組みになってる。わかんねえな。なんとかしてこの世に無理やり兄ちゃんをつなぎ止めてるのかな、まじないかなんか使って。本当は分かっていたはずだ。あ、もっと血を分けるべきでしたね、すいません。なんかそんな気するね。肉親の血でギリギリその形を保てるようにしてるとか、兄ちゃんの心臓が。そしたら心臓もまたきっと動き出しますから、僕ならできるはずだ。心臓は止まってるのか。死んだ人は生き返らない、たとえ悪魔に。悪魔に何これ。悪魔に願いでいいのかな。奇跡を起こしたとしても。悪魔と契約したのか。だから兄さん、お願いだから。それは一瞬だけの夢物語だと。嫌だ。甘い匂いが鼻をつく。腐った肉体が崩れ落ちていく。ずっと前に成長を止めた兄が、本当はボロボロの体だった彼が小さく首を振った。あ、成長止まってるんだ。幼い頃のままなのか。だから幼く見えるのか。ああ、忘れていた。違う。忘れてしまいたいと自ら願った。現実を見ないように目を閉じて、都合のいいように書き換えた偽りの日々を。いつまでこんな日が続くのか、なんてそんなことを思ってしまった僕は、時間を捨てるように消費して。ごめんなさい兄さん、許してください。お願いだから僕を一人にしないで。
欲しいなんてならないで、うん、きっと僕は兄さんを見つけられない、こんな大事なところで噛んでる場合じゃないぞ、見つけられないまま迷子になってしまう。抱きしめた体はだんだん動かなくなって、ゆるりと血のような海のような液体がにじみ出て、構わず消えないようにと僕は、ありがとう、これはお兄ちゃんの言葉か、あ、本当だ、包帯をし、包帯なんてしてたか兄ちゃん、彼がそう言って耳元で、もういいよ翡翠、悲しいね以前にも増して悲しいエンディング、あ、真っ暗になった、びっくりした、落ちたかと思った彼の声にゆっくりと目を開ける。広い森の中、兄が隠れそうな場所を一つずつ巡り、さまよっていく。兄さん、どこに行ったんですか？兄は体が弱いから木の上に登ったりはできない、だったら茂みの中か木の陰か、あらかじめ決められた範囲を探し回るか、兄さんはどこにもいない。そうしていつも僕は泣いてしまう。見つけられないまま、お願いだから一人にしないでと。翡翠、見つけた。ん？ちっちゃい。このお兄ちゃんは、え？わかんねえ。ん？過去の話なのか？翡翠くんに見えてる幻覚か？そうしたら兄は呆れたような顔で僕を見つけ出してくれるのだ。あ、過去の話か。次は俺が鬼になってやるよ。僕がやります。今度は必ず兄さんを見つけてみせるから。どうだろうな、お前を待ってたらあっという間にジジイになりそう。そんなにか、ん？そんなにかからないです。すごいね。すごい女の子、ショタですね。じゃあ今度こそ見つかるよ。ほら、目つぶって。1、2、3。遠ざかっていく足音を聞きながら、不安や孤独を押し殺して。4、5、6。今度こそは僕が兄さん。翡翠。わ、びっくりした。空見ろよ、流れ星。彼が指さす先で星が流れては消えていく。幻想的なその光景に僕は思わず声を上げた。綺麗ですね、兄さん。そうだな、俺もいつかあんな風に。なんてな、嘘だよ、そんな顔すんな。なら僕はお月様になりたいです。どうして？お空の大きなお月様なら兄さんが星になっても見つけられる気がするから。そうか、ならちゃんと見つけてくれよ、今度こそ。そう言って笑った兄が消えてしまいそうで、僕はぎゅっと抱きついた。僕を甘やかす兄の体はいつもより温かい。ちゃんと生きている。よし、そろそろ帰るか。そのまま抱きかかえられ、いいですね、その絵欲しいですね抱っこされながら、あの女の子のような翡翠くんが、わー兄は家へ向かって歩き出す。僕はもっと遊びたかったけど、抜け出してきたのがバレたら兄さんだけが怒られてしまう。どうして父さんは兄さんだけに意地悪を言うのだろう。どうして母さんは兄さんを助けてくれないのだろう。あんな二人大嫌いだ。こんなにも優しい兄さんに意地悪するような人なんて僕にはいらない。兄さん、なんだ。ずっと一緒にいてくださいね、ずっと僕と。うん、わかった、頑張るよ。ついでにハチも。ああ、もちろん。そう約束したのに。うわあ、この暗転が怖いね。その夜から兄さんは高熱を出し寝たきりになってしまった。星を見たその日のうちに
体調崩したのか。1週間、1ヶ月、1年、多くの時間が過ぎ、わずかに症状が改善することあっても完治することはなかった。そして数年が経ったある日に。あー、そっか、やっぱり命を落としてますね。兄さんは冷たくなってしまった。やっぱり呪縛のようにして翡翠くんが兄さんをこのようにつなぎ止めていたのかね。兄さんは僕を置いていった。僕のせいで。僕があの日兄さんを連れ出さなければ、体調を崩すこと、体調を崩すこともなかったのに。僕があの日兄さんを連れ出さなければ、きっと彼は今は僕の隣で生きていてくれたのに。僕のせいだ。僕が殺した。あー、そっか、あの日連れ出さなきゃよかったと後悔してるんだね、ずっと。僕は兄さんを、大切な兄を、僕が僕のせいで死んでしまった。本当に？違う。兄さんは死んでない。病気だから少し眠っているだけだ。この辺で考えが歪み始めるのか。一つずつ欠落したピースが合わさって完成しようとしてますね。兄さん。ああ、ここはとても寒い。このままじゃ兄さんが風邪をひいてしまう。一緒に行きましょう、兄さん。ああ、遺体を連れ出したってわけか。たとえ何を犠牲にしてでも、どんな摂理をねじ曲げたとしても、僕が兄さんを必ず治してみせますから。なるほどね。いなくなってるね。パチリパチリ。流れる星がきらめいて弾ける音。僕の心臓がゆっくりと息をしている音。それだけ。ここにはもう何も。翡翠。翡翠。身につけた。彼の声。記憶の中で繰り返す。一人迷子になってしまった僕を、見つけてくれる人はあの星の海に隠れてしまった。1、2、3、幼い僕の声がどこからか聞こえてくる。今度は僕が兄さんを。4、5、6、星が一つ流れ落ちる。ああ、早く彼を探しに。もういいよ、翡翠。え、後追いとかしないよね、翡翠くん。大丈夫か。ここで正気を保つのは厳しいだろうけど、兄を追ってしまうんじゃないか。早くあの場所へ行かないと。ああ、終わりました。最後どうなったんでしょうかね。翡翠くんはお兄ちゃんの影を追って光を求めてお兄ちゃんの元へ、月となるために行ってしまったのか。そう考えるのが一番自然ですよね。これが最後のエンディングでございました。あー、これは泣けるね。決して、なんだろう、私が会ってほしいと考えていたお兄ちゃんの病気が完治して、その後幸せに暮らすというね、そういう幸せなエンディングは来なかったですね。私の考えが甘かったですね。はい、翡翠の星、ボーイズラブ BL 作品ではあるんですが、どっちかというと、兄弟愛というかね、そういう、感じの内容でございました。久々にね、結構グッとくる内容でしたね。さあ、次回からまた新たな BL ゲーム、多分翡翠の星は
3つのエンディングで全てではないかと思われますので、次回からまた別の BL ゲームをやっていきたいと思います。どんな内容にしようかな。うん、ヤンダル系がいいか純愛系がいいか、今回のように感動系がいいか、また探って、面白い作品探して実況いたしたいと思いますので、また次回お会いしましょう。バイバイ。